明日ちょっと一日ね、こう頭をひねってさ、チキンが絶対にオーブンに入らないから、鍋でやるのかみたいな。鍋で蒸し焼きにして、ほんでもって皮の部分をパリパリにどうやってやるんです？クワーみたいな。クワーみたいなとこなんだよね。切ったらダメだろう。ガーサス切れねえよ。やばい、オメガ眠い。メガ眠いんじゃない？オメガ眠い、ちょっと。今日は、まあ、どうせまた今日もさ、またボロボロにさ、させられてな。今日もボロ雑巾のようにやられて、俺は負けて死ぬんだなって思ってるけど。ああ、アリーナでもよかったんだけどね。多分ね、ああ、もうトロールデッキが入ってるやん。ガッチトロールやん。ボロマッカーのアリーナからのロルラルかな。今日は PUBG だろ。新しいマップも出たからな。今日は完全に PUBG だなって俺思ってんだよね。今日は PUBG じゃないかなって思ってるよ。ああ、釜でもいいけどね。パブ G はさ、やっぱりこう、カンちゃんとのやっぱ絆はあるからさ、ちょっと頑張んなきゃいけないなと思って。メガラルなんだけど、この相手。もうさ、俺、完全にトロールがいるもう時期なんだな。もう、ランク5はもう、もうトロールの存在する帯域なんだな。そういうこと。そういうこと。圧倒的トロールを感じるぜ。これ何デッキだよ。見るかこれ。もしかして俺のハンドコインで圧迫しようとしてないかこいつ。グリズられたいか。昔ギルニアスから来た男が言った。ブリン。ギルニアス。ギルニアス。手札が多すぎる。わっ！グリズられたいか。なんだグリズられたいかって、どういうことだよ。グリズられるって言ってる意味が分かんねえよ。
お任せで組んだデッキかな。手札が多すぎる。あ、高っ。じゃじゃーん。ヒッタフェイス。手札が多すぎる。行こうともよ。さあ冒険だ。なんですか。あーめんどくせえな。これどうする。もう何していいか正直ほんとわかんねえ俺最近。ここダーキン、ダーキンでいいか。じゃじゃーん。こんばんは。あ、俺これコインもらえるやつか。おー、ダブル G! Let's do it! ダブル！ダブル！ Hit the face! One, two, three! ナイス。ディリリリッティッティッティリリリッティン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 。ズンチャカジャン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 。ズンチャカジャン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 。ズンチャカ。最近食べ過ぎなのかちょっと胃が痛いんだよね。これが。食べ過ぎマンなのかな。コインの使い方わかんねえな。まずこれ使うだろ。おお。Holy fuck。まあ、全部使っちまえ。can I use one more? No. I could use it. I could. I don't know. Maybe.And okay, let him back. And I can get another 2 coins with this. And what can I do? Alright, do it. Do this. He duff it. He duff it. He duff it. Nice.今日ラジャンズありますか？どうしようかな、ラジャンズはな。ラジャル？今日。うんぽこぽんぽんぽんぽんぽん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 。ね。そうか、これウンゾンズだったんだね。変な断末魔入ってると思ったら。オリジナルデッキだな、多分これ。完全なオリジナルデッキだと思うわ。
こんばんは。うんぽーこ。マジ、うんぽーこを感じる。でん、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 でーん、やん、もやん。れーが、わがうにゃ、にゃうにゃうに、にゅうはにゅうはにゅう。何点出るんだろう、俺。なんか、さすがにここのターンで終わる感じはしないよね。てんてん、でれれれれれん、てんてん、でれれれれん、でんてん、バシュバシュ。え、これどうすんの？グリフィンドールとか言ってないで、出さなきゃダメこれ。グリフィンドール。いいね。マジですごいな。時折当たるさ、アグロゾーンがね、通れないんだよね。たまーにアグロゾーン通っちゃうんだよね。こういう、今ね、トロールゾーンに今日多分入ったと思うけど、一回ね、こう、プリーストゾーンもあったし、今いろんないいゾーンがあったけど、今アグロゾーンなんだよね。ここのゾーンを超えられるかどうかがすごく大事なんだよね。G、悲しい俺は G。もういいだろ。シャドウブレードいるか？まあいいや。オメガラル。カードがなくなったわ。アグロが少ない時間にか。そりゃええな。これゾラリでなら結構面倒くさかったかもね。また俺ランクもうさ、いやでもね、負けたら負けただけ勝ちやすくなるから、まあ負けたこともいや、まあプラスに捉えていこう。負ければ負けるほど勝ちやすくなる。敗者の発想をしていこう。今日は、今日はじゃない、今日も、今日も、あの、負ければ負けただけ、次のゲームが楽になる。そう思えば、あの日の悲しかった体験も、強い気持ちを持って次の日が迎えられる。ああ、そう思う。そうしよう。背中に気をつけて。じゃあ、梅ちゃんさ、でかすぎじゃない？あれ、入んないんだけど、オーブン。梅ちゃん、オーブンに入らない。ケン。ケンケンパ。マジ。マジケンケンパなんだけど。どうしようかなって。ちょっと調べるわ。キーワードなんだっけ？あ、これパクラーか？大司教がいるやつじゃん、これ絶対。また大司教燃やさなきゃいけねえのかよ。ごってめんどくさいやん。ラグレリーノ？ラグレリーノですか？だゼタさんがさ、変なデッキ組むから真似するやつがいるんだよ。ゼタさんが悪い、こういうの。もうね、プリーストのわけわかんないデッキ見るたびに俺もゼタさんの顔が浮かぶわ。またゼタさんが余計なことしたんだなって思うね、俺は。どうしてゼタさんはいつもそう余計なことしちゃうのか。うん、僕いつ出すんだろうな。
ブン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 ゴンシじゃなくてゴンツーは入ってないんだもんね。じゃあ通るよね。うわぁ、アタックって何ですか。わぁ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 、なんかこれメガラルの展開なんだけどねえ、さすがの俺もメガラルだわ。Save me, please! God Legend, save me, please! Okay, fine, fine. God Legend, save me, please! この手なら。ここバニッシュ使うの？俺使いたくねえなあ。やだ。メガラル。誰か怪我をしましたか？これプレップ引きに行くか、それかもう気合のバニッシュ決めるか、どっちがいいかな。あーなるほど、9点食らっちゃうね。これこっってなるね。9点はなかなかクワックワックワックワって感じだよね。9点食らうの？ 9 点は痛いな。お目が痛いね。この手なら9点は辛いな。でも食らおう。やったぜ、ここなんだよ。やっぱこういうランク帯でやっぱやんなきゃダメなんだよ。そういうことなんだよね。やっぱり俺のいるべき場所ってここなんだよね。今はっきりと確信したわ。俺のいるべきとこやっぱここだわ。もう一歩も離れない、ここから俺は。出てくつもりねえからな。どんだけわがままデッキなんだ。お前わがままボディだな。信じられない、こいつ。わがままボディデッキだわ。これはわがままボディのなす技だな。おめがわがままボディじゃねえかよ、このデッキ。急ぎましょう。永遠の命が欲しいか。マジ？突撃殺すの？ありがたいな。
突撃がいなくなるのはおめが嬉しいね。まさかこいつがこんなにわがままボディだとはな。どうしよっか、にゃー。まあね、コールさんここ回してきたいよね。オメガルル、オメガルル、オメガルルっと。これはどっちがいいかな？こっちかな？振っちゃお。手札が多すぎます。めどんだけわがままボディなのこのデッキ。わがままボディすぎでしょこれ。ハイランダーなの？まさかの。これがハイランダーってね、ちょっと想定 GUI なんだけど。これは GUI だね。これ先サップか？どの手で行くか。お。手札が多すぎます。なんちゅうわがままボディなんやこの子は。この子のわがままボディっぷりはちょっと引くな。恐ろしいわがままボディだ。すげえ、わがままボディすぎ。こいつは相当なスケベだな。ド変態だわ相手。もう俺が言えるのは間違いなくそれだけ。このデッキはド変態。これは相当な変態だね。スケベだね。おスケベさん。あー順番うまいな。正しく出してきたか。プーフーが残っちゃうね盤面に。プーフーが相手のブラッドプーフーが盤面に残るのはちょっと鬱陶しいな。あこれはありがたいな。ヒーリングシャワー OP。1マナのコルはできれば出したくないんだよね。できればね。俺のわがまま通してくれよ。俺来ないですね。俺来ないですね。おい冗談じゃ済まねえぞ。来ないですねってことはなかったけど。いやでもきついぞこれ。これサップリーの燃えたい。剣が燃えるじゃん。おい二分の一で剣が燃えるんだけど。ねオメガルルなんだけど。ねえ、剣燃えたらこれ勝てないよ。いや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 、剣だけはちょっと守ってよ、うまく。そこ、うまーく守っといて。剣は守って。お願い。サップ死んで、さあピューンリッカーもうダメだ。どうして俺はこんなかわいそうな目にいつも合うんだろうな。どうしてなんだろう。時がこぼれ落ちてゆくわね。一切ない。
信じなさい。カードがなくなったわ。終わったよ。ねえ、メガラルじゃん。完全に死亡してるやん、これ。何があるの？相手2でしょ？俺は1食らってるやん。ほんと最悪だわ。このゲーム何なの？全然面白くないわ。ここはフェイスやろ。あ、シュワシュワ戻してコピー。いいね。まあ、今そのシュワシュワが死んだわ。無理してカラー元気を保ったけど、なんかもう疲れてきたわ。もうすでに限界が近づいてる。チャンネルの限界が近づいてる。ずいぶん欲張りなデッキだな。A パラでしょ、どうせコントロールパラディンとかいる？いないよね。 A パラだよね。 A パラ、 A パラ、ミョン。ああ、パッチンズ、インハンズ、レール。これができるよ、できるのももうあとちょっとか。ってこともないのか。この環境まだまだ続くんだよ。みんな、知ってる？この環境ってまだまだ続くっていう事実みんな知ってるかい？恐ろしい話だよね。これ武器装備されるの嫌ってこれ叩く？チキンはもう終わりましたが、チキンは今日じゃありません。あれとりあえず買ったやつをお披露目しただけだから今日はやりません。叩くの、相手が剣装備すると困るから叩く。三四。はい。あれこいつさ、あのさ、あの、ミニオンが死んだらいっぱい出せる変な虫持ってるでしょ。あの虫がいるから、ちょっとサップ取っときたいんだよね。あの気持ち悪いやつ。虫が。ええー、結局？
わあ。え、寝がらる。おう。ゴールドライド来てればな。出せよ早く。変な虫みたいなやつ。虫。ちなみに俺高校いつだろうな。高校2年生の時か。いや、違う中学2年生の時のさ、担任の先生がさ、なんかね、虫みたいな顔してたから虫ってみんなで呼んでたわ。よくないよな。中学生からムッシーって言われるのはちょっと腹立つよね、正直ね。ムッシーって何ですか？ワク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 ってなるよね。さすがに痛いわ、そいつ帰れ。ムッシーってみんな呼んでたね。よくないな。でも身長もあの当時の俺よりも低かったからな。でも嫌な思い出。先生ってほんと多分みんな嫌な思い出があるんだろうなって思うわ。あ、いいね。ボードが広がらないのは OK やね。動物園は招待客限定です。こいつガイストが地味に刺さるんだよね。こいつね。ガイが。ガガガガガガガおガイガーが本当は刺さるんだけど、まあちょっと今出せねえな。むっちゃ吸うやん、キュレーター。ありがとう。え、なんか出てくんのこれ、化け物。もうサプリの1枚使っちゃったんだけど。化け物出すのやめてくんね。結構きついわ。ムッシープラス、あー、バーにする？コルさん回してなんか答え引きに行ってもいいけど、これ答え見つかる？俺たちに答えはあるのか。答えがあるとしたらなんだろうな。サップリーノは一つの答えだよね。サップリーノ、なんだろう。あと何枚ぐらい？ハンド。ハンドじゃないわ、デッキ。14枚か。ここ弱気のバニー？弱いなぁ。ここのバニーは弱気だけどなぁ。じゃ、金玉。今日金玉プレイでいこう。今日のテーマ、金玉。しっかりと大きめの金玉でプレイしていこう。今日は大きめの金玉、テーマでいこう。トゥルトゥルトゥル、邪道っていうかね、別にね、いいと思うんだけどさ、俺のやりたいデッキタイプじゃない。なんかこうね、何焼いていきたい俺は、もっと。あ、今点数今ミスったな。ここ1マナのコルからじゃないかな、ここはね。どうだい、ここ。いや、3マナのコルからスタートして、どっちだろうね。悩んじゃうね。1マナのコルから行って、どの手で行くか。どっちかね。悩むね。まあでも、パラカスは結構急いだ方がいいから、1マナで行く？3マナ残る場にし、いや、1マナで行くか。行こう。ここは強気。今日のテーマ溢れちゃいけないよ、チコちゃん。金玉。今日のチコちゃんのテーマは、金玉です。金玉のでかいプレイをしていく。ちゃんと金玉プレイで行こう。しっかりとした金玉。
でもさ、ここでね、DK は来ないわ、なんかまともなカードが来ないっていうのは、なんだろうな、今日俺がこんなに金玉のあるプレイしてるのに、なんかね、カードがそれに応えてないね。俺の金玉に、俺の金玉にこうしてねえわ。ゲームは俺の金玉にこうするべきだと思うんだけど、全然ね、ゲームが金玉にこうしてない。ここで欲しいのは、秘策でもいいし、秘策オアバニか。秘策オアバニでジジだな。来たね。やっと俺の金玉にこうしたか、ここに来て。エルフは、まあ悪くないね。俺の金玉にしっかり。ああ、いいね。しっかりと金玉にこうしたね、今。このターン何するんだろうな。コルサはもう一枚投げていい。さすがに投げられないもんね。次のターンどうせダーキンするでしょ。俺、次のターンダーキンすること確定だから、これ、これ、これ、初見で金玉金玉言ってストリームやばいやつだと思われそう。なんでだよ。金玉って言っちゃいけねえのか。何が悪いんだよ、金玉。おお、久々に聞けた。ウーサーならどうする。それそれ、聞きたかったな、それ。ずーっと聞きたかったやつだわ。ウーサーならどうする。あれ？これリーソルある？多分ないね。行くわよ。当時さ、おめでとう。死の影からは逃れられないわ。まあ多分一応リロイとかあるだろうからね。あそこのターンは構えた方がいいだろうね。てん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 。バニ1枚でなんとかなったが、やっぱりあれか、召集マンがいるからか、集合させてくれると、やっぱりいいんだな。相手が集合させると、って感じか。早いね、もう燃え尽きるのが。本当にスピードがあるわ。召集マンとあとあれか、音調があるのが、音調でだいぶ多分短縮してんだろうな、タイムを。そんなイメージだね。ハースストーンワールド20時からだ。俺さ、ハースストーンワールド都合が悪くていけなかったって言ったんだけどさ、めんどくせえから、めんどくせえからっていうか、そこまでわざわざ言う必要ないと思ったからさ、時間の関係でいけないっていうことを本当は言おうと思ったんだけど、どうする？俺、ハースストーンワールド今、都合が悪いって言いながら裏で俺配信してんだけど、怒られねえよな。怒らないでくれよ、ハースストーンワールドの中の人。じゃあ、ちょっと移動時間を含めたら都合が悪いってことだからね。ちょっと、ハースストーンのワールドの中の人見てる？見てるかい？デッキゲームズの人。そういう理由だから、トロールじゃないからな。そこはちょっとぜひ理解してください。中の人。ハーストワールド呼ばれてた。呼ばれたけど、都合が合わないって言って断った。都合が悪いって言って断っといて今配信してるわ。以上。昔々。
下でね、じゃあ、浜松から行くのはね、浜松から行くのは無理だよ、本当に。浜松から東京に行くのはもう無理無理。そんな出てけねえよ。足が痛い。足が痛くなるんだろ、そんな。大体よ。足が。お？いいや。違うの、配信がどうのっていうより、だって、じゃあ本当に、いや、俺東京都に住んでたら行ってもよかったよ。東京都。東京都葛飾区に住んでたら、俺だって行くよ。そら行くよ。チコ様ーって言われるんだもん、だって言ったら。カンちゃんに。そら行くだろ。でも、違うんだもん、俺住んでるところが。いやー、しかも今日仕事、そうそう、今日仕事だからさ。それ無理じゃん。貴様の魔法は役に立たない。それリームじゃない。報酬が10倍なら行くぞ。うん。まあな。報酬が10倍なら、うん、まあ、うん。うん、まあ、うん。まあ、うん、まあ、行くかな。10倍だったら、まあ行くな。10倍だったら多分絶対会社うまく休むわ。10倍で行かないやついねえだろうが、そんなの。バカ言うんじゃねえよ。10倍で行かないやつはいねえよ。10倍でいかねえバカいねえよ、そんな。バカ言うんじゃねえ。常識で物を言え。え？入ってないんだ、インナーファイヤー。これは予想してなかったな。これ叩くからだ。叩きに来てよ。ほんと、俺インナーファイヤーチャフが入ってると思ったんだけど。ハースのグラムいたらさ、アジアは資産ねえからさ、いや出てもいいよ。出てもいいけど、俺基本カードのデッキで戦うことになるけど、いいのか、それで。絶対怒られそうじゃん。そしたら出たら出たね。なんで断らなかったんだよ、こいつは、みたいなさ。まだわけわかんねえさ、そういう、なに、避難がさ、15チャンネルに飛んでくんの。めんどくせえ、そんなの。なんで俺がそんなの、やからと俺が関わらなきゃいけないのかっていう。その、やからと関わるのはね、よくない。大打ちで行きたかった、俺は、本当はね。いや、本当のこと言ったら俺大打ちで行きたかったよ。いや、マジで。あ、ジーマーで。うん、これコールドライトいるかな？ドロー次第だよな。ドローで何引けるかによるけど、この盤面は結構うざまるだよね。かといって回さなかったら弱えし、まあ、これでバウンス引けるんだよ。多分バウンス引けるよね。そうそう、バウンス。違う違う、バウンス。そうそう、バウンス。バーし、本当に。本当に。ああ、面白くねえわ。ハースストーン。ハースストーンワールド。ハースストーンは、ハースストーンワールドは面白いけど。本当にハースストーン面白くねえわ。もう一回出していい？イライラするから出していいかな？こういうプレイすると負ける？負けるよな。あ、マシャギさんじゃん。いや、ジーコ3級カップはやりたかったよ、正直。いや、本当に。いや、ジーコ3級カップの勝者が、ハースストーンの、何？あのゲームに出る大会っていうの俺は本当は開きたかった、本当は。運だけマンを決める戦いみたいな。そういうのがやりたかったんだよね、俺は。誰が一番の強運の持ち主かみたいな。運だけボーイ決定戦みたいなのやりたかったんだよね、俺は本当は。最も強運なやつは誰だ、選手権。
一戦だけ。デッキは、デッキは何でもいいから一戦。デッキの変更も全部 OK。一戦勝負でやるっていう。やりたかったな。ヘルスト何飛んのかな。ヘルストが欲しいカードってなんだろう。ああ。まあ欲しいよね。あれコールさん来たか。いけ。いや、うんだけカップの商品は、だから、俺の代わりに出られる大会。いいだろ、出てえだろ、出ろ。オメガマンモス。このカードが、なんかこれ、使い道があるかどうか、ちゅうとこだよね。ないよね。適当にこの辺打っとくか。オメガラル。いいね。ダブル G。ここで早くもさ、チコちゃん選手のダブル G だ。ダーン、ダーン。ここじゃリード。ドラゴンファイアポーションで燃やす？仕事しないとかあるの？何ですか？わあ、あ、そういうこと。G、なんだ？今日、さっき試合で頑張ったから、今試合はなんだ？サボりか？ん？サボりかい？あ、なんかこの展開前も見たな。全然ボード広がんねえじゃん、それじゃあ。あー俺の G がこんなに簡単に焼かれちまうなんて。こんばんは。これ両方持って帰る。コールドライトだらけになるな。でここでもらまた持って帰るとカードじゃねえわ、燃えちまうから。どうせせかしか刺さんないでしょこいつ。これ出しちゃう。ハリソン、これ全部いらねえわ。ピュンピュン。これフェイス？あ、びっくりした。金玉プレイかと思った。今一瞬俺金玉プレイが来るのかと思った。ここでフェイス打ったら金玉だよね。ここのフェイスは結構なでかい金玉じゃないとできねえわ。来ると思ったね、今ね。いや、あそこの金玉は、まあでも、あそこで金玉するのは多分正解なんだけど、本当はね。いや、相手なかなか金玉でけえなと思ったけど、そうでもなかったな。これ秘策張って適当に回す。いや、秘策張って適当に回すわ。秘策もいらねえよな。これ何枚入ってんのそのカード。
さっきからずーっと使ってない？待って、これ、もうバニッシュないじゃん。すげえ雑にプレイしたけど、もうバニッシュないない。バニッシュがないぞ。困ったにゃ。バニッシュねえじゃん、もう。いやでも相手もなかなかでかい金玉の持ち主だったよ。ああ見えて金玉でかいんだなって感じた。ドラゴンファイアポーションでしょこれ。ああでもそうか、これドラゴンかと思ったらこれドラゴンじゃないんだね。てっきりこれドラゴンかと思ったわ。なんて ?2345678。あスイッチプライムやってスタンプをゲットしました。素晴らしい、よくやった。ピース 42X さん、ありがとうございます。素晴らしいね。てて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 てれれってれれってれれれってれれれバリラーサーコイナーバーサスグルダン。テテ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 テすぐやりまし。ここは難しいね。G にするか。ここは G じゃないね。多分だけど G は次のターンのクソファッキン挑発に取られるから、取られるじゃねえよ。なんかつれえから。ここは次のターンで G でいこう。G で次のターンからテンポ取っていこう。テンポは取らせない。テンポを感じるぜ。でも俺はハンドがあまりにちょっと軟弱だな。ちょっとここでコールドライト1枚くればこう一気にこうね状況は変わるんだけど。1枚でいい、1枚。あ、コールドライトで、あ、なにこれ、このデッキそうじゃねえんだ。結構うざまるのデッキ。テテンテテリリリリテテン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 。ねえ、うまく回ってるというか、ほんと1732って強すぎるな。あのカードちょっと設計者ダメだな、しっかりしてねえわ。
パッチーズインハンズレル。てってれー。おわっ、プッシュ。G、 ありがとう。俺は顔が痛いのが嫌だからな。ちょっとこれで戻すほどの価値はねえわ。ありがとう G。 3点受けてくれてありがとう。いいよ、もたる子でいいよ。もうもたる子で取ってやってくれ。わあ、あー、これ困るね。おー、not that bad。 これ取るかどうかだよね。これ取んなきゃダメ。いや、取らないな。どうせ次のターンあたりバニッシュしなきゃいけないですよね。バニッシュしてもう一回俺 G 出すから。炎玉？炎中傷時が来るとめんどくせえけど。ドゥームガード？それもめんどくせえな。ああ、俺の G が、ぐ、あ、ぐ、が。Alright。OK。Oh, not that bad! But, この一旦しのいで、この一旦で、コルさんが来ないとダメだからな。こんばんは、忘年会終わりの。早くないか？一体何時に忘年会終わってんの？8時15分に忘年会が終わんの？すごいな。なんちゅう会社や。聞いたことないぞ。さすがに8時終わりは早ない？あ、プレミアムフライデーで早く終わって、早く飲み行ったってこと？ええー、な。これがいつまで続くんだ。これが、うわあ。これがいつまで続くんだ。これ次のターンダーキンでしょ。で、コールドナイト来れば多分勝ちだけど、コールドナイト来なかったら負けかな。すごくシンプルに。でも資産ない人じゃないよね、金枠だしね。これ普通に考えて、死の影からは逃れられないわ。6時開始の8時終わりか。まあまああるか。次のターンコールドライト来て。もうそれじゃないと今日はもうダメだ。許せ俺を。コールさん。確かに2日ほっと流していたのは俺だけど、ここでコールさん帰ってきてくれ。頼むぜ。コールちゃん。帰って聞いてね。単純だよ。もうコールドライト来るか否かよ。コールちゃん、帰って聞いてね。あー、looks fine。まあ、最悪次のターンにこれでしのげる？って感じ？いや、ここで使うしかないのかな。
パッ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 チャンプはははは達人の間なんだこの間合いは達人の間合いだなこれがわっ、ここ一匹挑発出したいかな。でもこれ使い道ないでしょ。パソコン買ったら即サブします。一体どういう因果関係があるのかちょっと俺にはよくわかんないけど。ありがとう。じゃあ早くパソコン買うよ。すぐに。明日買おう。明日。で、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 で。ああゼロマナ捨てたことがここにあだになったか。もったいないことしてしまったな。あっ、やっぱり間違ってなかったか。完全なる破壊、完全なる破壊や。島根で法事して無事帰ってきた。いいね。あの限界集落までよく行ったな。もう一枚出していい、これこいつが守ってくれる俺のこと。もう早く行きたいよな。生かされる前に行くって言ってた。おわ、もうすぐカードが手札が多すぎ。あ、どうすっかなこれ。あー、別に、そうか、コルさんもう一枚あんのか。このコルさんが仮にここで死んでも別にいいんだ。じゃあ死んでもらおうかな。どうしよう。そうかそうか、じゃあオメガレル、オメガロル。あら、あこれは悲劇。ケレケレボトムはちょっと悲劇だね。テッテッテレレレテレテテンテケテケテン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 、トコトコトゥントゥン。これは新カード入ってた。そういえば今までこの人旧デッキでやってない。資産ねえのかな。あ、新カード入ってたっけこの人。そういえばこれ新カード見てない気がするんだけど、入ってたっけこれ。ウンゴロじゃない、これ。完全に俺の相手ウンゴロだよね。そういえばかわいそうに資産ないぜだわ多分。これ全部ウンゴロでしょ。ウンちゃんゴロちゃんだわ。貴様の魔法は役に立たない。うん、やっぱりこのランクだな。だからここにやっぱり俺はちゃんとしっかりとこう住むところ決めてプレイしていかなきゃいけないわ。そうだね、資産あったら無視入ってるよね。
そうそう、ちょ、みんなまだ俺のツイッターフォローしてないさ、愚か者のためにさ、ちょっと俺見てほしいんだけど、俺の買った鶏肉。梅鶏っていうさ、とんでもねえ化け物の鶏を買ってさ、ちょっと見てほしいんだよね、これ。でかいだろ。ちょっと待って、でかすぎるな。すべてを覆い尽くすでかさになってしまったな。ヒヨン。見てこれ。これ、この左下の、食塩を考えると、恐ろしくでかいんだけど、梅鶏。これね、2キロあるらしいわ、どこやら。2キロ。ね、俺これとね、戦わなきゃいけないの。もう、どうしたらいいのかなと思って。多分戦えないんだよね。パラカスか。これ、どない調理するの？いや、さ、俺さ、オーブンがさ、ありゃなんとかなると思ったら、オーブン入んねえことだね。とりあえず分かったから、もうやりようないわ。GG。じっちただいま剣山もっと大物を連れた当たり前のように投げていったな、ジーレ城。もう迷いはないな、ジーレ城出すことに関して。正直俺はどこたかポン、お見よう、誰だ、茶葉さん、茶葉みどりさん、いいね、いい名前だな。茶葉みどりさんはいい名前だ。感動した。わあ、どんどんドローさせていく。このサイズいくらなの？ね、送料込みで3000円ぐらいかな。OK、 これでうざまる挑発勢が死んだでしょ。七面鳥の代わり、そうそう。七面鳥がもっとでかいから、これの4倍。8キロとかあるから、8キロはさすがに無理だなと思って。ちょっと8キロはご勘弁ですねーっていう。おー。そこ行く。ああ、惜しいな。なんていう強デッキなんだ。ナイフの雨か。1枚入れてて、でもパラガスだったらナイフの雨使うっていう風にしたら強いか。ナイフの雨か。削るものはなかったわ。四角からの人差しあたりがまだマシかもしれないけど、でも削るものが今パッと見なかったわ。こんばんは。バリラサンゴイナーバーサスティランダ
ドローはね、あんまりね、気にしなくても多分ね、いいっぽいんだよね。どうやら。どうやらなんだけど、最近のね、雰囲気的にはね、ドローはまあまあ進んでもええかな、くらい。エルフはね、最近レギュラー入りしてるわ。でも役に立ってるかっつったらね、微妙なんだよね。違うね、コールライト弾けない時には役に立つっちゃ立つんだけど、それ以外が微妙なんだよね。ああ、キノッティでもまあ言っちゃいい気はするけど、わかんねえ。キノッティ。シルバナスに勝利を捧ぐとか。ああ、じゃがじゃがだ。どうせ腹先取るんだろ？腹先で俺の顔切ってくるんだ、こいつは。知ってんだよ、俺は。嫌な野郎だぜ。ああ、これがあるんだったらこれでいいか。ドタバタジャンゴ。楽しかった。楽しければ何よりだな。何より。出た、ヘルスト。我がヘルストか。我らがヘルストファインダー。Oh my god! Fucking useless boys! Boys! ちょっとこれがこれ来るかい？コールドライトよし、キュレーターリーのよし。ちょっとこれとこれはちょっと計算外だね。おう。ここバウンス引けないと結構だるいんだな。まあ別に急ぐ必要もないっちゃないんだよね。こんばんは、兄さん。なんだこいつは。いきなりこいつ呼ばれしていいのかわかんないけど、なんだこいつは。バウンス来る可能性何パー？来ない可能性何パー？いや、別に、賭けに出る必要ないんだもんな。いや。ジレでちょっと、なんかこう、チャーニゴソ。ポーランド、おー !The Poland guy. But your name looks Japanese. JPN. What does that JPN stand for? Japan?ジャパン、okay. はあ、ちょっと疲れたわ。なんかもう無理してる今日俺。もう。ほんとなんか俺もう無理してる気しかしねえよ。今日。大丈夫かな？心配になってきた俺もう。明日さ、鶏肉の調理の仕方必死にさ、ググってさ。あー、やること多いな。ヘルストファインダーもいるしさ。あー、めんどくさい。ああ、コールドライト出すか。なんか、もうめんどくさくなってきたしさ。コールドライトから行こうぜ。なんか引くだろ、きっと。ああ、お前、テンポ失ってんじゃねえか。いいのか、それで、ほんとに。お前、バリューばっかり取ってんじゃねえぞ。行くぞ、もう、コールドライト。行くぞ？でも行ってこなかったら、俺泣くのは俺なんだよな。ええー俺泣きたくないな、でも、みんな。俺は泣きたくない。ああ、でも、ああ、どうしよう。ここなんだよね。このデッキさ、ここあるんだよね。来なかったらさ、なんかショックじゃ、何分でしかしょ、計算しよう。2枚でしょ。2、3、4、5。5枚は OK。17分の5。そんな高くねえな。
Oh, fine. Oh, pretty. What the fuck? なるほどね。そいつらがいるのが、はあはあ。じゃあ俺もミニオン出さねえわ。Do you wanna visit Poland, maybe? Yeah, I do wanna do it, but you know, the price in Poland is pretty high, right? Especially for the visitors. So I know Poland has really high tax for nice society. I know, as long as I know, but you know, it's very, very expensive for me to go.So, これあるかな、もう一枚な。もう一枚これね、ファッキンポコチャリーのされると結構めんどくせえんだよね。ファキポコ。俺ファキポコはされたくないんだよな。この手なら。俺、ファッキンポコチャリーノが一番嫌だから、どうしよっかな。先殴りの、先サップのコルサン戻しか。これで、ね、まあ、さすがに、まあ、出てセカシューだろ、多分。あ、セカシュー出していけ。In other words, we are poor. I don't think so, you know. Many people, especially women, girls, like northern part of Europe countries. You know. I don't know why, but they like it. Okay. Ooh!The fuck? So what to do? What to do? 何しよっかな、このターン。でもこのターン回さなきゃダメなんだよね、俺。知ってんだよね、このターン回さないとダメなこと。なんで来ねえの？なんで来ねえの？ここで。ねえ、いやいや、これもかもうちょっと待って。これ、バニ使っていいのか、ここで。いやー、ムカつくなー。なんでバウンスが来ねえんだろう。ほんと腹立つわ。まあ、今来る可能性そんな高くないっぽいけど。でも来いよ、そんなこと言わねえで。ドタバタジャンゴ！手札が多すぎます。ヘルストばっかりやん。何パクってんのさっきから。ヘルストばっかり取ってんだけど。何パクってんだお前。さっきからヘルストばっかりしやがって。いやこれ怖いんだもん。ドブネズミだけだわ多分今怖いの。正直。もうドブネズミやられたらもうボコチャリーノじゃん。僕ネズミじゃない、ドブネズミボコチャリーのジージだから。いや、それさえ避ければいいんだけど。手札が多すぎます。いや、ドブネズミボコチャリーのがね、避けたいんだよね。略してなんだろうね。ドブネズミボコチャリーの。うん、略して何がいいかな。ちょっとよくわかんねえけど、でもとにかくドブネズミでボコチャリーのされたくない。ちゅうこと、俺が言いたいのは。俺が言いたいのはそれだけ。以上！これ出す何？ 10 枚いっちゃう？いっちゃうんだ。まあ、どっちか出ても別にいいでしょ。ちょっとハンドがちょっと邪魔くせえからこれでいいわ。バンバババンババ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 Bye.
サーガイレスベベ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 あ、プレップボトムレールなんだ。プレップボトムレールだね。そうなんだ。なんか嫌な、おかしいなと思ったら、プレップボトムイン 2K17 スレールだ。プレップかキュレーターやん。絶対プレップやん、そんな。キュレーターだったからいらないってこと？あえて外しのやつか。なるほど。これミニオンは多分出せないんだよね。死の影からは逃れられないわ。これだけ自殺の準備しとくか。もうガイストが来られてももういらないから。Holy shit! Feels good, man! あ、初期デッキに入ってるなんだ、あれ。あ、そうなんだ。カードがなくなるわ。カードがなくなったわ。カードがなくなります。うん、これどうせ次のターンでこれ終わりだよね。何点相手次のターン2でしょ。でその次のターン3で始まるんだよね。あ、じゃあ何やっても勝ちだな多分。うん、じゃあ意味なく秘策。何も怖くねえよ、もう終わりだよ。怖みゼロ。高橋名人。背中に気をつけて。16連射。そうそう。カタカタカタってやるやつね。はあ。
よろしく。誰か怪我をしましたか？今そのカードは使えないわね。今そのカードは使えないわね。しくじったわね。わお。外れました。やりたいだけやんこんなの。もうやりたいだけでやっちゃうんだよな。悪いとこ出るよな、ジーコチャンネルの。ほんとジーコチャンネルそういうとこ出ちゃうよな。コールドライト投げても良さそうだと思うんだけどな。もう一回やる？しくじったわね。これ何やってんの？大丈夫なん？こんなことしてて。ニードでロールしていいよね。メガラルなんだけど。大丈夫なん？あ、ラダ来る。その意思ほら、そんなことやって遊んでるうちにラダ来ちゃった。急がなきゃ。こっからチコちゃんダッシュかけなきゃ。これまずいよ。チコダッシュだよ、チコダッシュ。チコダッシュかけていかなきゃ。だってこれもう早く、だってダーキンされたらきついやんこんなの。クッソファッキンダッシュしなきゃ。ダッシュダッシュ。回復のはわーしてくんのは。君回復のはしようとしてる。あ、違う、びっくりのだね。グリンゴ知ってる？グリンゴって あ、引いたな。もうダーキン今引いたって顔したね。今明らかなダーキン引いたって顔してるわ。嫌なやつだぜ。もうすぐダーキン引いちゃうもん、アンドウィン。ついにふさわしき弟子が現れるはずだ。ディケさすがにあるでしょう。What the fuck? Huh. 完全に DK あるな。もうこれは、ここからスタートだね。で、多分 DK したくてしょうがない。でも、うちは G レジがあると。DK したら G レジは取れないからな。控え
なるほど。Gレジを取らないだと？Oh my fucking god, ナイス。ここはダーキンか。どの手で行くか。死の影からは逃れられないわ。あとは秘策が一枚か。秘策引けるかどうかの勝負っちゃ勝負かな。じ！秘策引けるかどうかだな、次のターンに。これで俺が秘策を引く可能性を減らしていく。だと？ What the fuck? Feels so good.このターンどうしよっかな。これ悩むな。ダブル回復とかする？ダブル回復とかしてると遅い？このターンダブル回復って無駄？どうも。このターン別にダブル回復なんていらねえか。で、これ回収できない。あと俺コルさん回収できない可能性あんの？ああ、微妙に存在すんのか。そしたらバニッシュ使うか。早く決めなきゃ。ハンドが邪魔なんだよね。でもこれ回したくもあるんだよね。ガイストか。でもこのターン回せば次のターン俺勝てるでしょ。待って、俺影あくりあるんだっけ。影あくりあんのか。回復する必要あるか。もう勝ちに行った方がよくない？ 20 点出そう。怖い。あ、そう。じゃあ、回復すっか？死の影が伸びていくわ。Alright。これはどうや？終わり？終わりっち？
くなるわ。これでもいいけど、これのロマンにもかけられる。しかしここはロマンは取らない。ここはロマンを取らないでいこう。そうか、ゴってダメージ出るな。アンドゥイン怖いね、怖いね、ドゥインは。ペイグル仕事したな。してません。本当はもっとするつもりだったんだけどな。バリーラ vs ジーナ、あなたが招いたのよ。背中に気をつけ。あー、ビッグか。あー、でもこれ金ピカに光ってるでしょ。ここ枠が金ピカに光ってるやつは大体ビッグって決まってるから、これは大体ビッグスペルプリーストだからね、もう間違いないね。これもうマナワーム出てきたらこれコンするわ。多分。多分だけど俺マナワーム出たら多分終わりにすると思う。このゲーム終了だと思うわ。多分だけど。今、ああやって必死にもぎ取った一つの星をね、簡単に失うことができる。いいね。醍醐味だね。一応取れるけど。なんだこの反動。お？いつか私もあなたみたいに、あ、ビッグじゃないのか、じゃあ。これ何？これ何？なんだろう。これファイアボール打ってくんねえから。コインファイボが一番いいんだけど、コインファイボで、プリーズ。コインファイブ、プリーズ。出せねえ。俺はこのカードが出せねえよ、永久に。怖すぎる。叩いてみるか。行くわよ。かといってこのバウンスを犠牲にもしたくないんだよね。まあでも次のターン出すのかな。いや、これでカンスペチェックしよう。これでカンスペだったらコルさん回せばいいから。あ、これ、拾いもんなんだ。ほんまや。でも、拾いもんでも取りうるだろう。まあ！危なすぎる！危なすぎるよ！ほんまに！ほんまに危ない！この回復は俺後々使いたいんじゃねえかな、多分。多分だけど俺この回復使いたい場面が来る気がするな。
でもあの2マナのやつが入ってるのってさ、どういう。Oh my god, D! あー、これで焼かれたとしても、まあいいや。コロさんごめん、焼かれてもいいや。コロさんが焼かれることでも我慢するわ。焼かれない。ミニオン出しづらくなったな。行くわよ。え、待って、これミニオンすげえ出しづらいんだけど。手札が多すぎるわ。本体はバウンス足りないな。これ何このデッキは。ダーキンが入ったやつだったらまあいいけど。何これ、怖いからまずはせかし。違う。あ、でもこれカンスペの可能性があんの。めんどくせえな。原崎打つか。待て、これ。これ何か、待って、ベンダーだったらどうする。ふぅー、行くわよ。ははは、やったぜ。ゴルゴンと秘策、いいよ、入れてみようぜ、じゃあ。ソニアは？ソニア。あ、これトロールじゃねえか、ただの。What? Is that a troll? おーい、じい、働け。これ暇すぎる。何この不毛な戦い。で、これファイナルコールさんでしょ？出せねえじゃん。何このクソみ、もうこれ出すか。羊にしてんだよ。ハイランダーじゃねえよ。あ、これ痛い。ちょっと待って、やることないよ。世界の終末は近い。そうそう、これバーニングスペルありそうだから。貼るだけ。貼るんけや。ちょっと待ってさ。ねえ、あれがないじゃん。ダーキンも。何パーよ、次。めんどくせえから出すぞ、俺。もう。回復マンがいねえとこれ痛いんだけど。これアレックスとかあるんでしょ、どうせ。どうかしら。アレックスから一気なこれワンパンポコチャリーノしてくるの。何があんの？ DK が入ってんの？現実構成。めぇ。来たか。
だが多すぎるわ。ありがとう。ま、これ俺もう死ぬの？待って、これ俺死にそうな予感がすんだけど。俺これ取れないんだけど、どうすんの？カードがなくなった。手札が多すぎるわ。ちょっと待って。これでバニッシュすると何枚？ 4 枚、5枚で消えない？ 1、2、3 3たす7、消えないじゃん。これ死ぬね。ねえ、死んじゃうんだけど俺。ねえ、ねえ、死んだわ。ねえ、コルコルで何点出んのよ。3、4、5、6、7、25点。中に詰める草は買ってません。てか何もまだ準備してません。あぶねえ。ここむしろ回復されてたらやばかったんだろうな、多分。取られていたら負けだったんだね。あー、難しいな。これ出さない方が良かったんだ。相手が分かってるやつだったらこれ負けてたんだな。ありがとう。ハイランダーじゃないよ。ハイランダーじゃないけど、5は1枚だけみたいだね。あー、この辺だよな。今もうプレミなんだろうな。抗議の意味で言ったらプレミだよな。あれも出しちゃダメなのか。そうだよね。次のターンリーサル、もう殺されるか、その次のターンに逆に殺すかのどっちかだったら、あれは出さない方がいいのか。なるほど。難しいな。あなたが招いたのよ。背中に気をつけて。ああ、ドブ2枚ました。でかい。そうだね。最近はこれでちょっとドローしていきたいんだよね。まあそうだね。勝因はドブだな。でもな。確かにな。
せかしゅ。クレードブ。カンスペはさすがにないよね。コインにカンスペ当てるようなバカッチョ霊はいねえだろうから。はい、来たスペルメイジっぽいぞ。大丈夫かチコ。チコ。チコ大丈夫かこの相手は。いけるかチコ。チコやばそうな感じがするぞ。それそれ。ダブル原崎の？ほう。原崎を贅沢に挟んでみました。はあ、なるほどね。ここはダブル原崎。あ、ゴルゴの試しで忘れてた。ダブル原崎いいの？ダブル原崎はメガラルだな。この手なら。めっちゃ嫌だけど、やろ。影位置があればな。俺たちの影位置。千の機密に万の秘。千機密万秘。これが、なんであることにかける。もちろん。一切ないわ。信じなさい。あ、通った。叩かなくていいのか。でもさすがにこれは、あれでもシールド入ってる方じゃないもんね。これ何？両方とも通ったんだけど、これ何これ？アイスブロックは入ってないでしょこれ。何これ？これ何？これ何？ミニオンも通った、殴っても通った。これなんだ？なんだいこりゃ。来たか！行くぜもう！ブロックのリストがあるわ。そうなんだ。わっ力に吹けるのだ。わっこれ回復できて美味しいけど。でも多分相手バーンスペルでしょ。で何俺持って帰るの。どうやってこれ持って帰るんだろう。コルさん出して。コルさん出してこれ持って帰れなかったらやいわ。いや待てよ、このゲームもうあれだろ？もうバニッシュいらないゲームこれって。このゲームバニッシュいらない？3で出してバニッシュして。この手なら。秘策貼っても別に悪くないのか。決めなきゃ。多分そろそろあれでしょ、ヒッダーフェイスしてくるでしょ。熱中なさっておいでですね。ティリーン。とりあえずここでストップさせて、でプレップが2枚か。あー待ってよ、これ待って、これ燃やされたらどうすんの俺のカエルリーノ。待ってよ待って、俺のカエルリーノが燃やされたら俺泣く。オーマイファッキンガーディ、
先にこれで回復するか。これさ、これファイナルカエルリーの違うのか。まあでもこれで回復でも別にいいよな。どの手で行くか。行くわよ。もうこれフェイス来るよね。わとんでもない大発見だわ。ワンドロー OK ワンドローイズファイン。アンフロスボルト、アンフロスボルト、OK。うんうん、よせよせ。死の影からは逃れられないわ。ほとんどカードがないわ。ターンエンドで3枚引くんだっけ。ターンエンドで3枚か。こっち秘策やん。待って、何点食らったの ?2 位でしょ ?1 位、2位でしょ。で、3、4、5、6?3、4、待って、俺は大丈夫。俺余裕でしょ ?3、4、5、6、7、25点。リーファル3、4、5、6、7、25点。リヒッ！ボーン！まあ2枚使えるからね、ダーキングは。よし、8まで8の2まで戻ってきたわ。よし、今日はいけるな。トイレ行ってくるわ。ほんと、ほんと今日はいける日だな。ほんとこういう日はちょっと続かないと困るんだよね。アルネスで死ぬ展開になったらさらに面白かった。できるわけねえだろ。俺が死ぬじゃねえか、そんなことしたら。そう、リスクを取るんじゃねえ。勝てるときは必ず勝つんだ。俺はエクステンディッド BM をするタイプじゃないから。俺は BM しないからね。もう勝てるときはちゃんと勝っていくから。そこを勘違いしてほしくないな。そういう BM プレイをするタイプじゃない。秘策メジャーかもやね。ははは。マロス。いやでも必要なカードが全部来たな。今のは好評。自己ジャンルの好評で言うと、まあ今のは必要なカードが本当に全部来た。ありがたい話や。バリーラ vs マイエール。それだけ。私の怒りからは逃れられない。背中に気をつけて。Thank you.
まあ、割と不安な反動だね。オールドタイプだな。負けた。わかったわ、みんな。わかった。完全に相手オールドタイプ。オールドタイプは勝てねえから。よく知ってる。このね、このオールドタイプ、俺、ウンゴルの時にどれだけ俺がこのオールドタイプに負けたか。俺、よく知ってるから。歴史ってやつを。この動き強いよなぁ。ほんとこの武器強いわ。まあ、でも今のところケレセフ来てねえから、まあまあまあ、まだワンチャンあるな。ワンチャンポコチャンはあるけど、でも大事なカードが1枚来てないね。みんな気づいてるかちょっとわかんないけど。今一番大事なカードがあるんだけど、そのカードが来てないね。ここで一番欲しいカード。ちょっとあのカードが遅刻してるのはちょっと痛いね。殺人花でね、多分取られちゃうんだよね。俺知ってんだわ。多分このデッキは殺人花で取ってきちゃうんだよね。知ってんだよね。だから後々のセカシューは刺さらないんだよね。冷血があったら取れるか。左のやつ取った方がいいのかな。まあ、ジーレジでこれどうこうするような相手でもない気がすんだよな。ああ、どうしよっかな。これ悩むな。ジーレジと両方出す？いや、ジーレジ、ああ、もう無理だな。これは出して殴って広場か。で、次のターンに、ジーレジ回復と何かが来ればそれでいいわ。まあ、コルさんであればまあもちろん最高だけど。うん？昔ギルニアスから来た男がいた。あ、いいね。おお、グッグッディー、アイドプレイ。あの秘策を張るタイミングがまた難しいんだな、これがな。真理は死の中にある。真理は死の中にある。こんばんは。グッバイブロ。それはプレイできません。テテレレンテンテレンテンテレンテレン。このターン動けないのは痛いわ。ここでタールクリーパーあたりが出せたら話が別だったんだけど、これは痛いな。ここでいきなりのドリブル、まあドリブルみたいなもんだな。サモン似たりだわ。動物園は招待客限定です。これ、バニッシュした後何すんのって話だよね。あ、ソニアだ。韓国のチャンネルを思い出す。ちょっと待って、もう一回よく見ていい？完全に韓国のチャンネルだわ。どう見てもカンチャン。
もうこのターンは、もうね、秘策でなんとかしのぐしか多分ないから。回したいな。あー、これ冷血で死ぬかな。まあ死にうるね。殺さないで、やめてよして、触らないで、カビがつくから。 OK。 ララ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 、メチカドゥーラサナタドゥーラ、ピピテパピテブーン、おまじないはいつでも、ピピテパピテ、ピピテパピテ、ピピテパピテブーン。お、それを最後に出したか。待てよ、これはコルバニで、待って待って、飛ぶな。プレップは2枚か。まあ、でもここはコルさん出さなきゃダメだろうな。それ以外何が出せるのかな。3マナで、あーでも普通に、プレップして、待てよ、でもここドローしないとかない？あるか、ここでドローしないで俺が助かる可能性ある？ないね。これは、あ、もし、まあ、パニッシュじゃないわ。プレップが引けなかったら辛いけど、でも、多分ここで、バニッシュからの、何？タールとかっていう弱い動きではこの相手には勝てない。ここはリスクを取ろう。プレップが引けることを信じよう。せやな。ここはリスクを取らなきゃいけない場面だ。で、次のターンに奇跡的に DK が入ってくればワンチャン。上限厳しいからね。次のターンに奇跡的な DK が入ってくればワンチャンあるんで。ぜひ、DK よろしくお願いします。次のターンはありませんでした。ありがとうございました。なるほどね。これオールドデッキかと思ったら新しいカードも入ってんだ。こんなにいろいろ、今リスク取って正解だったなって思ったんだけど。何もなかった。答えは無でした。死力を尽くしましたが、答えは無。バリーラ VS グルダン。お前の魂は我が物となろう。背中に気をつけて。おう、おう、ちょっと早いけどな、早すぎるな。おう、パンパンポン、ポンポコポン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 。うわ、これうざまるデッキだよね。俺このデッキ知ってるわ。これうざまるだわ。キューブロックはね、多分不利だと思うな。俺はそう思うけど、わかんないけど、多分不利だと思う。キューちゃんブロックは。キューちゃんはね、正直強い。副作用一切ないわ、信じなさい。チクッとするわ。チクッとするわよ。貴様の魔法は役に立たない。行くわよ。あとはコルさん
これバウンス来ないとコルさん出しづらいんだよね、あまりに。あーでもこれダラダラしてたら多分勝てないんだよね。それとそれはその一方でね、行こう。回収できない。もしかしたら負ける。ありがとう、コルさん、ありがとう。こいつサイフォンソウル以外でGレジェ取れんのかな。Feels bad. ダメージストか。これ燃えちゃうな。いや、アメジストでどうせこれ回復されるだけなんだよな。かといって秘策は今じゃないでしょ。はぁ、どうしよう。いいや。ぶっぱしよう。Gレジサボってんじゃねえぞ。おい、頼むぜ。じいちゃん。ゴッディ、これバウンスがないとこれファイナルコールドライトでしょ。バウンスがないのはつらいな。次のターン DK すんのか、キュレーター邪魔なんだよな。キングスカーミルログ強い。まあ動物園は招待客限定です。このカードいるか？わしの狂気に到達するには順序が。よし、よし、これで奴らが俺に従うんだ。これってダーキンになってこれ割ってもいいのかな？キューブされたらめんどくせえの？これってどうしたらいいんだろう？待って、次のターンにやる行動は間違いなくプレバニなんだよね。プレバニなんだけど、先にキューブで割られたらどうなんだ？何が起きるんだろう？わかんねえからやってみよう。ガーわかんねえからやってみるか。これってどっから引っ張ってくんだっけ？デッキから？召集だよね。ああ、まあ。よ、何が出るかな、何が出るかな、タララランタンタタタタン。なんとなく怖いから。そうか、ドゥーム先輩はまだもう一枚眠ってんのか。順番から言ったら、ドゥームガードは多分燃えるな、次のターン。燃やせるんだね。おお、これで終わりでいいの？
うわ、めっちゃいっぱい相手のゴミが並ぶな。めんどくせえな。先にサップする？ええ、でもまたゴミをどうやって俺。待てよ。ゴミが並ぶから、03322か？あー、秘策次のターン貼ってもいいのかな？次のターン一点小僧が大量に並ぶから、そこで秘策貼って、行けば、まあ別に耐えられっちゃ耐えられんのか。秘策の使いどころ。それともこれ、ダブセカもできるけど、ダブセカはどうよ。ダブセカもやろうと思ったらできるわ。どっちがいいんだろうな。両方使っちゃった。両方使ったらこれめっちゃ損じゃん。こんばんは。ねえ、雰囲気でプレイしたけど、なんかこれめっちゃ損じゃない？もしかして相手ボードクリアしたい説あるかな？あるな。で、俺もハンド少なくしたい説もあるしな。可能なら全フェイス行きたいんじゃないか。こんなにボードがガチャガチャしてたら相手何も出せないもんね。サイフォンっすよ。ドゥームガードはどこにいるかっちゅうと、この中にいるんでしょ？ドゥームガードはこの中にいるっていうことで、ファイナルアンサーでいいのかな？だとすれば、ダブルサップからの、ダブルサップからの動きは決して悪くはないのか？どっちだろう？いやでも待て、今どうせ相手ドゥームガード出しようがないのか。待てよ、ドゥームガード出せないんだったら別に。ボードまた空にすればいいのか。空にじゃなくて、このまんまにしておけば別にいいのか。あ、ハンド燃えるわ、1枚。燃えてもいいのこれ。あ、失敗しちゃった。先にこれ使わなきゃ。ねえ、失敗した。ねえねえ、俺武器はある？まあ、いいだろ。なんとかなるわ。あ、バニッシュが燃えた。待て。待て、プレミ。プレミ警察。待て、プレミ警察。警察呼んで。ちょっと今のプレミ。だいぶ広場でしかも出せるしな、ドゥームガード。7点食らうのか。本当はもうバニッシュないとこれめちゃくちゃ辛いじゃん。てかそのせいで完全にこれ敗北が見えてる。で、バニッシュがないから。
ねえねえ、バニッシュないせいでもうダメだわ。このターンではもう相手リーソルでしょ、次のターン。いやー、先に四角から差し打つの忘れちゃったわ。完全にプレミで負けたね。ああ、四角からの差し打ってからだったな。